今年もオズアカデミーの公式サイトにおきまして、2016年のオズアカデミー女子プロレスのリングで最も印象的だった試合、そして活躍した選手について一般投票を行いました。本年も多数のご投票誠にありがとうございました。それでは本日はその皆様の一般応募にて投票された昨年1年間のオズアカデミーベストバウト賞、そして MVP 選手の集計結果を発表し、その表彰を行いたいと思います。まずはベストバウトの方から発表させていただきます。オズアカデミー女子プロレス2016年ベストバウトは、11月13日横浜文化体感大会におけるオズアカデミー無差別級選手権試合、チャンピオン加藤園子対挑戦者松本博之の一戦に決定いたしました。それではまずは表彰式から行います。どうぞ二人お並びください。表彰状、ベストバウト松本博之の加藤園子殿、あなた方の試合は2016年オズアカデミー公式サイトで行われましたファンが選ぶベストウィザード2016において見事ベストバウト賞に選抜されました。栄誉をたたえここに表彰いたします。2017年1月8日オズアカデミー女子プロレス事務局、おめでとうございます。それでは両選手、一言ずつご挨拶をいただけますでしょうか。それではじゃあ加藤選手からよろしいですか。はい、皆さん、明けましておめでとうございます。もうちょっと元気にいこうか。明けましておめでとうございます。やればできる。すいません、新年からまた今年もすごく嬉しい賞をいただきました。私はこれ、負けてしまった試合でベルトを落としてしまった悔しい試合だったんですけども、でもこういう賞がいただける内容だったっていうことは自分はすごく素直に嬉しいです。それで、また新たに最高のライバルも見つけましたんで、松本博之、あなたのベルトを必ず狙いに行きます。それを取り返しに行きます。今年の抱負です。皆さんありがとうございました。続きまして松本選手をお願いいたします。皆さん、明けましておめでとうございます。今こうやってあの日の試合、こうやって評価していただけたことが本当に嬉しいです。こんなにも嬉しいことだっていうのが改めて思い出されるんですけども、シングルでベストバウトをいただいたのが初めてで、対戦相手は加藤園子、過去にベストバウトをいただいた時も対戦相手は加藤園子でした。きっとオズアカデミーではずっと対角にいる選手になるんだと思います。そして2017年、また今日の試合がタイトルマッチなので、今日の試合がベストバウトに選ばれるように全力で戦いたいと思います。今年もよろしくお願いします。見事ベストバウトを受賞しました両選手に皆様もう一度盛大な拍手をお願いいたします。それでは続きまして、いよいよベストウィザード MVP の発表に移りたいと思います。ファンが選ぶオズアカデミー女子プロレス2016年ベストウィザードは、ダブル受賞でございます、松本博之選手です。それでは表彰式を行います。表彰状、 MVP 松本博之殿、あなたは2016年オズアカデミー公式サイトで行われましたファンが選ぶベストウィザード2016において見事 MVP ベストウィザード最優秀選手賞に選抜されました。栄誉をたたえここに表彰いたします。2017年1月8日オズアカデミー女子プロレス事務局、おめでとうございます。それでは改めまして、二度目のご挨拶でございます。松本博之選手から皆様に一言いただきます。よっしゃ、評価されることが本当に嬉しいです。楽だ。もうこういうふうに MVP をいただいたからには、2017年も
MVP を取らないわけにはいきませんなんて言ったかわからへん。本当に2017年もオズアカデミーのチャンピオンとして2016年の MVP として誇りを持って2017年過ごしたいと思います。よろしくお願いします。見事ダブル受賞となりました松本博選手、もう一度盛大に拍手をお願いいたします。そしてですね、もう一つ、本日オープニングで発表させていただきました、昨年の MVP ですが、なんとオズアカデミー公式パートナーラフェスタ様より MVP 受賞選手の松本博選手になんと賞金が贈呈されることになりました。ここで賞金の授与式を行わさせていただきたいと思います。どうぞ皆様拍手でお迎えください。ラフェスタ代表芝倉芳生様です。よろしくお願いいたします。それでは賞金の額などをお伺いしてもよろしいでしょうか。今回は10万円です。景品10万円が贈呈されるということでございます。はい、それでは皆様改めまして拍手でお迎えください。松本博選手の入場です。それでは芝倉様より松本選手に賞金現金10万円の贈呈でございます。リング上では記念撮影が行われております。10万円と記念撮影が行われております。ありがとうございます。松本博選手、そして芝倉社長にどうぞ盛大な拍手をお願いいたします。